こんにちは、エフスタの丸山です。今回はですね、1月に見た映像コンテンツということで、まあ、新作、過去作、ドラマ、映画に関わらず、まあ、PV だったり CM に関してもちょっと話してみたいなと思ったんで、1月の間にいろんな見たものっていうのをちょっとくくりなしで喋っていこうかなというコーナーというか動画です。はい、まあいろんな作品バーっと喋りますんで、配信でも見てほしいなと思いますし、まあ、最新作の話も今回はするんで、よければ劇場にも行ってほしいなと思ってます。はい、それじゃあやっていきましょう。まず最初 CM なんですけど、スーモの CM ですね。その初めてがたくさんの初めての始まりっていう CM になってるんですけど、これがね2分ぐらいの CM ですね。これたまたま YouTube で流れてきて、あ、面白いなと思った作品だったんですけど、ストーリー仕立ての CM になってまして、で基本的に一人称視点になってます。初めて一人暮らしを、していく過程から、その部屋を出て引っ越していく、ところまで描いてて、これがね泣けるんですよね。はい、結構一人暮らしというか、まあ引っ越ししたことある人っていうのは結構まあまあいるんじゃないかなと思うんですけど、僕も何回か引っ越しっていうのを経験してまして、その時に感じたエモさっていうのがめちゃくちゃ詰まってんですよね。しかも一人称だから、そのより入り込みやすくてね、すごくいいんですよね。初めて鍵を受け取った瞬間、宅配便が来て受け取る時の感じの絵とかね、初めて歩く街並みとか、誰しも感じた瞬間っていうのが、どれかには絶対誰しも当てはまるようなカットの、イメージシーンの羅列になってまして、これがねいいんですよね。でさらに冒頭ね、小田急線の車窓から始まるんですけど、僕もともと小田急線ユーザーだったんで、ここでまず捕まれるっていうね、めっちゃ個人的なあれですけど、代々木上原でロケしてるらしいんですよね、その街並みのシーンは。まあ代々木上原に僕はそんなに、思い入れはないんですけど、小田急線沿いの確定でしか止まんないような世田谷の街並みの雰囲気っていうのがすごく好きで、改札出たらすぐ目の前に商店街があるような街ですね。でちょっと行くともう住宅街みたいな感じになってて、そのなんでしょうね、最新じゃないんですよね、街並みが。なんかその感じもすごく好きなんですよね。はい、っていうのもあって、もう街並みのシーンもすごくグッとくるし、で部屋での初めて、一人暮らしをした感じっていうのもすごくグッときますね。はい、でさらに極めつけはね、キノコ帝国の曲が使われてるっていうところも結構ポイントだなと思ってて、キノコ帝国はちょっと前のバンドなんですよね。今は佐藤千秋さん、ソロで活動してるっていうのがあるんでね、初めて一人暮らしをして、で、まあ大学を卒業して引っ越すっていう、この4年間ぐらいですね、これが一人暮らしを始めた当時に聴いてた曲がキノコ帝国なんだなってのが、すごく見えるっていうのが、めちゃめちゃいい選曲だなとすごく思いましたね。もう前住んでた家のことに思いを馳せてる時の、テーマソングが引っ越した当時に聴いてたキノコ帝国なのかなっていうのがすごく想像できてね、めちゃめちゃいい選曲だったなと思います。僕好きな CM っていうと、まあ、大塚製薬のものが多いんですけど、まあ、ポカリスエットはやっぱどの作品も名作だと思うし、受験シーズンのカロリーメイトの CM っていうのは絶対泣いちゃうんですよ。はい、見たことある人いると思いますけど、この作品はね僕の好きな CM 殿堂入りかなと思いました。すごく良かったです。もうキノコ帝国の PV として出してほしいぐらい良かったです。ではそんな感じでね、1本目はスーモの CM ご紹介しました。1本目からすげえ喋ってるけど大丈夫かなこれ。はい、で次がね、ネットフリックスオリジナルドラマの、ドラマっていうかドキュメントかな、キャプテンズ・オブ・ザ・ワールドという作品になってます。はい、こちらはですね、2022年ロシアじゃない、カタールワールドカップですね、サッカーカタールワールドカップのドキュメント作品になってます。はい、で、まあ、キャプテンズってついてるだけあってね、各国のキャプテンの話を交えながら、実際の映像とで過去の映像、膨大な素材の中から、作った作品になってますね。これが良かったんですよ。はい、僕もともとサッカー好きっていうのはあるんですけど、やっぱ2020年のワールドカップっていうのは、僕が見てきた
ワールドカップの中だったら一番ドラマあったなと思うんですけど、もちろんね、日本代表の話というか、まあ、吉田麻也のね、インタビューも使われてたりとか、今大会に関してはメッシですよね。やっぱりメッシの話がやっぱ後半の方はメインになってくるし、勝った代表負けた代表も、どちらも見せていくっていうね、このスポーツの歓喜、最高な瞬間も見せるし、現実もしっかり見せるっていう内容になってましたね。決勝戦っていうのがあまりにできすぎた、試合だったので、これがフィクションだったらご都合主義すぎる脚本だなって思っちゃうぐらい、すごい話なんですけど、それが、ドキュメントだから、実際の話だから、こうして説得力がある話の流れになってるなと思いました。まあ、これは映像化するよねっていう内容の話ですね。はい。サッカー見ててよかったなと思う大会だったし、リアルタイムでも見ててよかったなと。本当に歓喜の瞬間でしたね。っていうか、まあ、映像的にかなり面白いと思うんで、その、最近流行ってるね、映像、画質のミックスっていうのが、かなり映像業界的には流行ってるんですけど、まあ、古い画質のものも最新の画質のものもぐちゃぐちゃに織り交ぜて一本のものにするっていうね、ものが結構最近多いんですけど、まあ、その手の、作品かなと思いますね。はい。なんで編集の手腕っていうのがかなり問われると思うんですけど、いや本当にうまいですね。次はね、殺意の道のりっていうね、ワウワウでやってたドラマシリーズなんですけど、これがね、ネットフリックスに上がってたんで見ました。何も考えたくない時に見るのがめちゃくちゃちょうどよかった作品でしたね。新田とバカリズムが主演で、脚本もバカリズムが担当してますね。いやー、これがね、もうバカリズムのコントなんですよね、まんま。新田のお父さんが自殺してしまうと。はい。で、自殺に追い込んだのが、鶴見慎吾で、鶴見慎吾に復讐心を燃やして、殺しをしようと決意する。その中で、親戚のバカリズムを、仲間に入れて、2人で鶴見慎吾の殺害計画を立てていくという流れになってる作品なんですけど、ギャップがめちゃくちゃ面白い。普通の日常会話をしてるテンション、場所で殺しの計画を立てるっていう、このギャグっていうのが、いろんなところに散りばめられててね、これが面白かったなと思います。ずっとクスクス笑えるなという感じでしたね。で、ワウワウっていうのもあって、その絵のクオリティっていうのも非常に高いし、撮影も本当にいいなと思ったりする。昔やってたバカリズムのコントに近いノリを感じますね、かなり。はい。めちゃくちゃ面白いですね。お笑い僕そんなに詳しくないんですけど、お笑い好きな人はぜひ見てほしい。まだ見てない人はぜひ見てほしいなと思います。はい。これ映画版もあるんですけど、映画版の方はドラマをこう総集編したような、作品になってるそうで、ドラマ版だけ見れば一応完結するというね、内容になってます。で、さらに1本ね、24分ぐらいなんで、本当にサクッと見れますね。これ1日で見ちゃいました、僕は。だからこれ本当に暇な、何もやることないなぐらいの時に、サクッと見れるような作品になってます。これ楽しんでぜひ見てください。じゃあね、一回ね、映画の方に行きたいなと思うんですけど、まあ、イコライザーかな。はい。イコライザーのファイナルですね。これをやっと見ました。なんかね、大人な作品になってた気がしますね、僕としてはね。うん。監督も引き続きアントワン・フークアがやってるんですけども、やっぱね、イコライザー一作目の衝撃がね、めちゃくちゃあったんですよね。っていうか、あの時ね、舐めてた相手が殺人マシンだった映画ですね。ギンティ・コバシさん命名の、シリーズというか、そういう一派があるんですけど、まあ、ジョン・ウィックとかね、なんだっけ、あとミスター・ノーバディとか最近だとね、あったりしますけど、そういうね、作品の中の一つだったんですよね。はい。今回はね、なんだっけな、イタリアのあんまり人に知られてない観光地というか、すごく景色が良くて、人も良くて、飯もうまいみたいな、地域とか村かな、そこをリゾート化しようと、マフィアがやってきて、その街を乗っ取ろうとするところを、今回もね、デンゼル・ワシントンが、ぶっ倒しまくるという映画なんですけど、あ、ファイナルってついてんのは一応放題だけかな、はい、ですね。なんですけど、なんか本当に最後の作品みたいなね、すごく哀愁を感じる作品になってましたね。いろんなところで規模感的にもね、今までで一番でかいですからね。一作目は一人の女の子を守るっていう話の流れだったんですけども、今作はね、もう街一個
一人の男の手で守るというね、うわスケールでかくなったなーというのも感じましたしね。まあ一作目も結構痛々しい作品だったんでね、まあ二作目もそうか、はい、なんで思ったよりスカッとはしないんですけども、独特の哀愁、まあずっとさっきから哀愁ばっか言ってますけど、はい、独特のそういうものがある作品かなと思います。クライマックスの部分ですね、今作は特に怖いんですよね。めちゃくちゃホラーな演出になってましたね、うん、そこも面白いポイントだったなと思います。それぐらい強いんですよこの人、はい、ホラー演出にすることによってより際立ってたかなと思いました。次はですねブルービートルでございます。はい、 DC 映画 DC コミックの、うわ消えちゃった、すいません、長いこと喋ってたら照明が消えちゃいました。次はですねブルービートルでございます。はい、 DC コミックの、映画化ですね、はい、アメコミ映画になっております。日本ではいわゆる DVD スルーというか配信スルーっていうのかな、劇場公開がなかったと、なるほどなと、結構楽しみにしてたんだけどな、なんでもなんか、本国で結構こけちゃったらしいですね。なんかまあでも蓋開けてみたら僕は結構楽しめたんですよね。なんかいろんなヒーローの要素が入ってて、アイアンマンみたいなあの顔の寄りの絵ですね、それもあるし、まあ、AI と一緒にこう協力して戦うってところもアイアンマンっぽいところあったし、あの背中からなんか生えててインフィニティウォーの時のスパイダーマンっぽいなと思ったりしてっていう感じでね、まあいろんな古今東西のアメコミの、要素いいところっていうのをいっぱい入れ込んでて、それが良かったんですけど、はい、なんかパクリじゃんってなんか結構言われててね、ちょっとかわいそうだなと思ったんですけど、全然僕としてはなんかサンプリングっていうニュアンスでいいかなと思ったりしてたんですけど、あるシーンでね体験使うんですけど、それが超かっこよかったんですよね。なんかもはやあの日本の戦隊ものっぽい動きだったんですよね。それが超かっこよくて、決めと見切りみたいな感じですよね。うわかっこいいじゃんと思ってね、めちゃくちゃテンション上がっちゃったんですけど、その家族で戦う感じもちょっと新しいなと思ったりしたし、僕としては全然満足できましたね、はい、っていう作品でございました。じゃ続いてはですねジョンウィックでございます。いやーやっと見れたジョンウィック、ずっと見たかったんですけど、あの公開してた時はねちょうど忙しくて、多分ドンカブリしてたんですよね僕の撮影と、なんでちょっと見れなかったんですけど、カロリーがすごい今作3時間ほぼほぼ戦ってましたね。2時間半ぐらい戦ってたんじゃないか。あとその真田広之今回出てきましたけど、真田広之が戦ってるシーン、前あのブラッドトレインでもね刀で戦ってましたけど、今回はよりその時よりももっとちゃんとアクションシーンやってて、わあすごいやっぱ動けんだなこの人っていうか、まだまだやれんだなっていうのを感じましたね。ずっと戦いっぱなしなのもちょっと疲れちゃったかな、さすがにさすがにあのアクションシーンで若干の胃もたれを感じましたね、はい、正直。でもやっぱまあキアヌが動いてる、うん、アクションしてるだけでかっこいいしね。あとその階段落ちのシーンとかねすごかったしね。ケイン役ですね、ドニーエン出てましたけどね。ドニーエンもあのなんだっけ、ローグワンの時も盲目の、盲目でな棒で戦うっていうのがあったんで、結構かぶっちゃう、はい、かぶっちゃうなと思ったっすけど、でもあの最初のドニーエンが戦うところの熱感知で音が鳴るなんか機械みたいなやつ使ってましたけど、あれの発想とかね面白かったりしたし、盲目での戦い方っていうアクションコーディネートですかねが納得感があるアクションになってたんで、そこも良かったですね。あとちょっと言うとするとちょっと無敵すぎるかな、さすがに強すぎる気がしてきちゃった気もしますね。4作目であのスーツが強すぎるなっていう、はい、もう一個好きなところあって、ね、あれです、あのパリ凱旋門の前のあの車をいなしながら戦うシーンとかね、あれはめちゃくちゃかっこよかったですね。車にぶつけて倒すのか、それともこう車をちょっと待ってその光線をちょっと待つのかとか、ああいうね駆け引きがめちゃめちゃ楽しかったなと思います。でこれで最後なのかな、どうなんだろうね、一旦は区切りっていう感じなんですかね。うん、なんかジョンウィックお疲れ様ってちゃんと最後なれたんで、そこは良かったかなと思いましたね、はい、キアヌお疲れ様ともなったし、ジョンウィックお疲れ様ともなりました、はい、そういう感じの、作品でございました。次がですね終わらない週末でございます。これもネットフリックスオリジナルの作品になってますね。結構なんだろう、キャストがかなり豪華でね、なんだっけ、ジュリア・ロバーツ
まあ、ハーシャラアリさんね、あとイーサンホークと、あとケビンベーコンも出てましたね、はい、っていう感じで、ね、かなり豪華なメンツの映画になってたんですけど、内容としては、かなりシャマラン色が強い作品だったなと思いました。アメリカ政府が突然機能停止すると、治安もよくわからなくなって、どういう状況なんだっていうのをずっと、そのね、なんか不安定な状態をずっと見せられる、グラグラする映画でしたね。危機を知らせてるのか襲いに来てるのか、わからない動物がいっぱい出てきたり、突然飛行機が墜落してきたりとか、なんかそういうね、そのなんかハプニングをねちょっと思い出すんですよね、シャマランの。なんか街が騒然としてる感じがシャマランっぽいなと思ったりしました、はい。ただ、まあ、シャマランと決定的に違うところで言うと、まあ、シャマランは結構超常現象を毎度扱ってくるなという印象なんですけど、今回はちゃんとロジカルになってる作品でしたね、はい、それが面白かったなと思います、うん、とはいえでも雰囲気的にはかなりシャマラン味を感じるんで、シャマラン好きな人にはおすすめかなと思いました。作品のクオリティとしてめちゃくちゃ高い作品だと思うんで、かなりおすすめの作品でございます。次はドラマと映画なんですけど、TOKYOMER ですね、はい。何を今更っていう感じなんですけど、これは2020年にやっていた TBS 系のドラマになってます。副題が走る救急救命室ということで、救急車とはまた違うんですよね。現場に行ってそこで緊急の手術ができるよっていう車、劇中では MER かって言われるんですけど、それの医療チームの、まあ、ドラマになってますね、はい。いろんな現場に行きますね。爆破テロの現場だったりとか、ビル火災とか、あと立てこもりとかね、そういうなんだ事件性が結構ある場所に行くんですよね。それが、やっぱ面白いっていうところ。単純にやっぱ医療もののドラマってやっぱ一定の需要がありますよね。やっぱね、昔からテレビドラマのジャンルとしてやっぱ人気のジャンルだなと思いますね。白い巨塔とか、まあ、ドクターコトーとか、まあ、コードブルーとかね、まあ、いろいろ EU とかもあったか、いろいろありますけど、まあやっぱ人気のジャンルだと。でこの東京 MER っていうのはそれに加えていろんな人気のあるジャンルをミックスしたドラマになってる。これが面白いポイントだなというところですね。まあ医療ものに加え救命ものですね。まあ一番近いのは海猿かな。あとは昔ドラマでやってためぐみの大吾とか、ああいう感じの極限の現場で人を救うタイプの映画かな。映画じゃない、ドラマか。まあそれがまずミックスされてると。でさらに上層部というか、その陰謀で潰してこようとする組織があるんですよね。政府が潰してこようとするみたいなところもあったりして、そういうね陰謀みたいなところも、結構好きじゃないですかみんなね、はい、っていうのもあるし、あとやっぱ戦隊ものっぽいっていうのがありますね。全体的に MER 了解っつって出動してくっていうのがその戦隊ものっぽさあるし、特に第1話のMER カーを初めて見せるシーンがあるんですけど、天井がふわーっと上がったりとか、自動の扉がスッと開く瞬間とか、機械の寄りの絵とかでギミックのかっこよさみたいなところを見せてて、これはもう戦隊ものじゃんっていうか、ちょっとアイアンマンすら感じるなみたいなところも、そういうなんかディテールの細かいところを見せるみたいなものも、かっこいいなと思うし、チームで戦っていくっていうのも、その戦隊ものっぽさみたいなところはやっぱりあるなと思ったりしますね。まあ根幹は医療ものなんで、しかも救命医療ものなんで、やっぱ面白くなりますよねっていう感じですね、僕としては。そのドラマを描きやすいですよね、やっぱり人の命が関わってくるっていうところでね、もうドラマを生みやすいというか、人物の背景とかそういうところをね描きやすいんでね、感動しやすいというか感情移入しやすいですよね、やっぱりっていうのがあるんでね、やっぱそれは面白いよねって感じでした。まあただ、ツッコミどころはめちゃくちゃあります。そこでそんなことしてんのみたいな、いや危ねえって危ねえってみたいな、瞬間はめちゃくちゃありますけど、ツッコミながら泣いてます。みんな見たらわかる。これはネットフリックスとか、あとはなんだ、アマゾンプライムでも見てたかな、はい、っていうのがあるんで、もうこれ、まあ、とりあえず1話見てみてください。ツッコミながら泣くからっていう感じの作品ですね。で
この作品の最大の魅力はですね、やっぱり鈴木亮平ですね。各県とも良かったんですけど、その2人かな、その2人の俳優の力が突出してる。すごすぎます。はい、鈴木亮平が良すぎる。だから見れちゃうんですよ。はい、ツッコミどころあっても見れちゃうんですよ。細かい手際の良さみたいなところとか、指示出してるスピード感みたいなところとか、本当に医者にしか見えないんですよね。すごいですね、マジで。僕のね、鈴木亮平のイメージは孤狼の血のレベル2なんですけど、ヤクザの若頭の役ですね。危ない狂犬みたいなところから、こんなワンピースのルフィっぽい主人公のキャラクターで、そのなんか演技はすごいなと単純に思いましたかと思ったら、結構終盤のドラマ終盤の方に入ってくると結構叫ぶシーンがあったりして、そうするとね、あの孤狼の血の鈴木亮平がちょっと顔を出してくるんですよね。うわぁ、ちょっと怖い、ドス聞いてる叫び声みたいな、そこもなんか垣間見れたりして面白いです。で、まあ映画の方もまあそんな感じです。大体去年映画館行くとずっと予告が流れててね、もういいよって思ってたんですよ、正直。 CG 全然ダメじゃんとか思ってたんですけど、いや、そんなんどうでもいいぐらい、割と楽しめました。映画の方も楽しめるのは楽しめると思います。はい、なんでぜひ見てみてください。じゃあ今回最後ですね、ゴールデンカムイ見てまいりました。見るのが遅くなっちゃったんで、今出すのだともう遅いかなと思ったんで、ちょっと今回この中に入れさせていただきました。ゴールデンカムイの知識というところなんですけども、まず読んではないですね、コミック。昔僕ビレッジヴァンガードで働いてたんですけど、まあ、ビレバンで働いてた当時、ちょうどねゴールデンカムイがめちゃくちゃ流行ってましたね。はい、流行ってたっていうか、すごい売れてました。これはね、未読のカット勝手な偏見なんですけど、これは本当に申し訳ないんですけど、当時からねゴールデンカムイとキングダムがすごく被ってて、僕の中で歴史ものっていうめちゃくちゃ大雑把な括りで勝手にくくってたんだと思うんですけど、すごく被ってたんですよね、僕の中でね。今回ゴールデンカムイの主役、山崎賢人がやると。はい、で、もともとキングダムの主役やってますよね、あの人、シーン。なんで、より混乱したんですよね、ちょっと見る前に。本当にいよいよどっちがどっちか分かんなくなっちゃうんじゃないかなっていうね、のをちょっと思ってたんです。僕、キングダムはね、映画見て結構好きな作品というか、あ、これはこれで楽しみ方があるなと思ってる、映画シリーズなんですけど、今回ね、初めてゴールデンカムイに触れて、あ、もう全然違うし、あ、やっとここで自分の中でやっと差別化できたなと思いました。はい、これはね本当に不勉強なだけでしたね、本当に申し訳ないです。そうですね、まず監督ですね、今回ハイ&ローの本編シリーズかな、映画の、をやってた久保さんが監督してまして、アクションは本当にうまいですからね、この監督。なんでもう冒頭のね戦争のシーンとかね、めちゃくちゃ良かった。っていうか、あそこが一番僕は好きですね。ちゃんと戦争の怖さっていうか、痛々しいシーンもちゃんとあったし、動きとしてもかっこよかったし、いや良かったっす。っていうところで、思ったよりえぐいっていうのが、僕はかなり面食らったところというか、舐めてたところというか、これは期待以上だったところですね。はい、これしっかりやってんのは偉いなというところですね。アイヌの砂金を争奪する、話っていうところで、アイヌカルチャーに自然としてね、こう、触れていく内容になってるんですけど、ここまで踏み込むんだっていうか、本当に未知の文化だったんで、あ、こういうものがあるんだっていうのはかなり感じたのと、このバジェット、まあ、全国で公開される映画ですね。でしかも公開関数もすごく多い、作品でアイヌのカルチャーをがっつり取り扱ってるっていうのは、これはかなり異業なんじゃないかなと思いました。これだって、まあ、僕も知らなかったし、多分僕より下の人はもっと知らない人もいると思うんで、アイヌの人たちの文化がどういったものだったのか、そういうものに触れるきっかけとしてすごくいいんじゃないかなと。まあ作品としても面白いし、勉強としても役割っていうのがすごく今後の日本に与える影響っていうのがすごく大きいんじゃないかなと思いましたね。この規模でこの作品をやるだけで、すごく意味があるなと思います。ちょっとネタバレするんで、見てない人気をつけてください。はい、ネタバレしますね。ただ一個僕気になってるポイントがあるとすると、クライマックスのシーンの回想シーンの入れる順番かなと思いました。映画の締め方というか展開の順番、
ここがちょっともったいないかなと思いましたね。クライマックスがあってその後に回想シーンがあるという流れが、クライマックスの前に回想シーンあった方がやっぱよりクライマックスが盛り上がるし、感情移入もできる。で、盛り上がったまま映画が終われるなと思ったんですけど、原作未読の人間からするとちょっと気になったっていうだけです。これが、みんな納得できる形で終わってるんであればいいのかなと思いますね。そうですね。ちょっとやばい。40分ぐらい喋ってた。やばい。これをちょっとかなり短くまとめたいんですが、だらだらと長い動画になってるかもしれません。はい。すいません。よく言えばね、皆さんの1月に見た作品、で、おすすめっていうのも、なんかコメ欄で書いてくれたら嬉しいです。はい。よければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。デモ音源をね、各種音楽サイトで配信中なので、概要欄の方からよければ飛んでみてください。それじゃあまた。